こんばんは。ご飯は。こんばんは、復活おめでとう、ありがとう。どこの猫？うちの猫。うちの猫。うちの犬。ちょっと前髪がボサボサ。ちょっとお散歩行ってた今。お散歩してたら想像以上に歩い時間かかりまして、ワンコがいたのでね。ワンコ連れてくとさ、読み道するからさ、話聞いてるじゃん。ねえパピー、寄り道するのね、パピーがね。そう、こちらの右のワンコちゃんが、こちらのワンコちゃんが寄り道するので、そうそう、寄り道いたしますので時間がかかってしまいまして、ギリギリで帰ってきましたね、パピー。友情公演ありがとうございました。れいちゃんの卒業公演楽しかったです。いや可愛かったね、ドレスめっちゃ似合ってたね。ねえパピー、体調はもう元気もりもりです。昨日鼻かゆい、昨日寝たんで、今日めっちゃ寝たんで。ジュエのクレッシェンド最高でした、ありがとうございます。パピちゃんはいくつになったの？おパピーはもう11歳かな今ね。もう今月12歳、もう今月で12歳になる。パピー、うん、で12月にな、12歳、もう12歳か。おばあちゃんじゃないか。パピおばあちゃんだね。早いね。ね、可愛かったね。12歳だね。じじいって言わないで。おばあちゃんだから。ばあちゃんだから。そこ間違えんだ。せめてババアにして。じじいじゃなくて。おばあさまね。おばあさまです。友情公演ね、なんかいろいろ伝えたいことはありますが、でもファンの方がたくさん応援しに来てくれて嬉しかった。なんかもう本当に客席を見る余裕がなさすぎて、あんまりさ、たくさんみんなのこと見つけれなかったんだけど、そう、なんかお見送りで、あーありがとう、あーって結構何回かなっちゃったんだけど、そう、ゆうのなゆうちゃんさんありがとう。そう、こんなにたくさんの方がね応援しに来てくれて嬉しいです。本当にここまで待ってくれた皆さんは本当に感謝感謝、ありがとう。ね、でも最近パピちゃんはね、おばあちゃんになってね、足が震えてますね。元気なんだけど足が震えてます、普段から、普段からね震えております。筋肉の衰えですね、パピ震えちゃうもんね、立ってたらね。でもそれ以外はあんまり変わってないね。ポニーテール珍しいよ。私ポニーテールしかしないよ普段。まあでもショールームではあんまり結ばないかな。もしかして掘る？ソファー。食欲もりもりですね。何でする？ここで1年半ぶりの復出おめでとう、ありがとう。すごいよね、なんかね、すごいよね。そんな機会をくれたレイちゃんには感謝だし、こう出れてよかったです。本当はシュナウザーだよ、ミニチュアシュナウザーです。パピの略はパラダイスピーナッツの略です。パシフィックピースじゃないです。あつかちゃんのお誕生日の日のオンラインお話会申し込みました、ありがとう、嬉しい。楽
だからさん公演また出てほしいね。出ていいですね早く。次はチーム4ですね目指すわ。こんばんは。ハリーピーポーパイナップルピース見に来てね。チーム4も。お、つなこさんがハート。はるなちゃんありがとう。だってお風呂入れるって。ちゃんと映ってる。夢見るの動画を見て気になってきました。嬉しい、ありがとう。ハビちゃん、あ編集しないといけない動画を思い出しましたけど、やんないといけないこともいっぱいあるので、一旦やらないといけないことを書き出せばいいんだ。なんか質問ありますか。今日あんま頭回ってないかも。ロビー観覧してたの。あら、あ、パピーが寝転がっちゃったから見えなくなっちゃった。いますよここに。今日頭が回りませんので、ちょっとあの皆さん質問とかしていただけると、この動いていない頭に。サムネイル見てきて、見に来て、出演するサムネイル公演見に来て。初日が決まったらみんな待ってるね。ちょっとね、あの劇場で多分プレゼントをいくつかファンの方が持ってきてくださったと思うんだけど、私時間がなさすぎて、そう愛知にね当日に帰ったんですよ。そうなの。だからあの終わったのが、公演自体終わったのがね遅かったんですよね。こちらはポコちゃんです。にゃんこです。うちのかわいいでしょ。ハピが嫉妬しちゃう。かわいいんですよ。そうだからちょっとね全部ねお家に送ってもらってるから、またお家に届いたら見ますね。全部送ってくださいって言いながらそのまま急いで出た。そう、ポコちゃんもいなくなっちゃった。だからちょっとパピッタン、だからまた楽しみなんだ。届くの早く届かないかな。何ですかポコちゃん。プレゼント手紙入れたかった。またこれを入れといてって手紙送ってきて。じゃあそれ入れとくわ自分で。今日は散歩行ってたから超ラフです。なんかほんとここ最近結構バタバタのバタコちゃんで、あ、言っちゃうんですけども、そうここら辺最近ね、あのバタバタ子さんでちょっと九州に行ってきたんだ。そう結構前から決めてたんだけど、ポリポリ、そうコンサートが終わって花かゆい、そうプライベートで、プライベートっていうかちょっとミッサーと吉田の家に行ってきました。そうずっとしばらくでちょっとそれを行ってきて、で帰ってきて、ですぐに劇場公演あってたので、ちょっと最近バタコさんで、あ、全然配信もできなかったんだけど、やっとね。で昨日ちょっとあのプライベートな用事で一日用事が埋まってたから頭かゆい。そうだからね、ちょっと昨日やっと今日から一日ゆとりを持って過ごして、あ、明日の服着回してなかった、本当だね、うん、ゆとりを持って過ごしております。新幹線は乗ってません。飛行機で行きました。飛行機で
ぽっぴょーいのぴょーいです。飛行機だとあっという間だね。観光はちょっとしました。観光は佐賀はねほとんどしてないんだけど、うん、本当はね呼ぶ子のイカを食べたかったんだが食べれませんでしたね。ちょっと時間がなくてくしゃみですわ。でもはあの福岡は博多に行ったり天神のお散歩してみたり、あと太宰府天満宮も行ってきました。一番太宰府天満宮が一番観光地って感じのとこかな、今回行った場所で。そう、二人の家に行ったんですけど、お泊まりして。吉田の妹ちゃんが本当に可愛くて、本当に可愛くて、あ、温泉は行ったかも。そう、温泉は行きましたね。連れてっていただいて。あんましね、HKT 法廷で劇場行ってないですね。梅ヶ谷餅食べました。めちゃうま。そう、どこ温泉なんですかね、わからないやちょっとわかんないや。連れてってもらって気づいたら温泉みたいな感じだったんで、あれは何温泉に入ってたのか、あれ don't know なんですけれども、ただの妹さんもめっちゃ可愛いんでしょ。あとは博多でラーメンも食べれましたね。ラーメンも食べれたし、もつ鍋も太宰府で食べました。太宰府天満宮で食べたいなと思ったお店が全部閉まってたり改装中で食べれなくて。そうなんです。でも太宰府はミスターが行かなかったので吉田と2人で行ってきたから。でも写真たくさん撮ったのでまたあげますね、太宰府天満宮満喫写真。頭かゆっ。今度はぜひね愛知に来てもらいたいわ、2人には。お天気は最終日だけ雨だったかな。もつ鍋美味しかった。糸島とかも行きたかったけどちょっとダメだった、行けなかった。屋台行きました。そう、博多のね天神かなにある屋台ですかね。あ、そう、太宰府天満宮もなんか本殿修理中みたいな感じで目の前から見れなかった。それもね最近終わったのかな、多分私が行ってすぐに終わったらしいけど。高野さんありがとう。屋台はそう吉田と行きました。ミスターとは結構後々で合流したからな、結構2人で多かったかも。高野さんにがハート。多分ジーナさんってもうあれじゃない、博多いないんじゃないかな。竹葉塚の夢叶えてさん、ありがとう花。そう、屋台はでもやっぱり観光客がめっちゃ今多いですね。うん、ひやぎさんありがとう。観光客が本当に多くて、なんか中国の方とか韓国の方がめっちゃ多かった。そう、やっぱりもうあれですね、観光客めっちゃ多いなって。太宰府もだし、屋台も隣に座ってた方も中国の方だったりとか、そうそう、東京も最近ねめっちゃ多いですよね。私もホテルに泊まるんですけど、お仕事がある時は。竹葉塚の夢叶えたいさん、ありがくまちゃん、ありがとう。みんな、あ、くまちゃんありがとう。そう、そうなんですよ。エスナッパスさんありがとう。最近例えばさ、私東京にいる時はカフェとか行くんですけど、一人で
チェーン店のね、全然飲み物だけ飲んでるんですけど作業するためにね行ってね、結構ねそれでもねチェーン店でもね外国の方いっぱいいたりする。頭から行く。さあ焼きゃなやがはん、私が作ったのよ。どこさんありがとうございます。なんかさ、ほんと観光客の方を見てましたら、そうなんか私もどっか旅行に行きたくなりましたね。まあ九州も旅行か、旅行っていう感じでもなかったけど、まあ旅行か、一応旅行か。ロガールさんのチェキ当たった、マジやった、大切にしてんねん。来てくれてありがとうございます。公園もおとといの公園のお見送りの時お見守りしてくれてありがとう。こちらかさん、ミッサーたちが愛知に来たらどこ連れてく？レゴランドね。練習村がいいと思います。うん、一人旅、旅か、旅までは行かないな、ちょっとした遠出、ちょうどお出かけ一人ではしたことあるけど、旅なんか宿泊までは行ったことないな、一人で宿泊みたいな、なんか旅行ではないかも、用事があってみたいなのあるけど、例えば愛媛ね行ったのも一人だったけどさ、結局ねあれだから行った先にルンちゃんとかがいたからな、一人旅ではないな。ペノンさんありがリンボスター、ヒレキさんありがハート。プラネタリウムも私はよく愛知来る方で、プラネタリウム行ったらっていうかも、愛知行きたいって言ってる方がいたら。まさかずさんありがとうございます、ヒレキさんありがハート。愛知の鉄道博物館行ったことあるよね、はい、鉄道博物館、あれリニア。そうジブリはでもチケット取るのがねちょっと大変そうでね、あんま気軽に行けなさそうだよねまだ、うん、そうそう、あそこがいいよね、お前が。そうジブリはさ行きたいって言ってる方もなんかチケットが全然取れないって話を聞くから、あんまりなんか行きやす、気軽には行けないのかなとか思いながら、まあ私もいつか行ってみたいですけれど。名古屋城とかね、名古屋城もなんかでも分かんないけどいつも工事してるイメージ。本丸御殿とかね、ね、あとはよく大須とかをおすすめしたりするかな。栄のロフト、栄のロフトなくなっちゃうのか。竹葉塚でもかなえたりさんありがとう。何これ、鳥さん、ペンギンさん、大須で古着買う。確かにあの大名っていう福岡の大名ってとこで古着見ました。筋トレさんありがとう。名古屋城で、名古屋城でさライブできるの、アイビー、ケントリさんありがとう。九州でお茶、名古屋港水族館もよくおすすめする。だいたい3択与えるんですよ私は。あの愛知行きたいんだけどさどこ行けばいいかなって言われたら、だいたい魚見たいか動物見たいかお星様見たいかどれがいいって聞きますね。チョコミントさんありがとう。姫、イケメンなゴリラ見るか、日本で一番面積か、どこ行く面積が大きい水族館に行きたいか、世界で一番大きいと言われているプラネタリウムに行きたいかみたいな選択肢を与えましゅ。
世界最大級。そう。リングスありがとう。プチカツ食べたい。プチカツも美味しいよね。サングさん、ありがとうございました。お、来年から名古屋に住むかも。そうなんだ。ゆうかひとまくひかぶチューブさん、ゆうかさん、ありがとう。そう。こんばんは。あとなんかよくメンバーにさ、美味しいカフェとか見ると大体愛知にあるんだけどって言われるんだけど、私あんまりインスタでそういうの見ないからかもしれないけどさ、そういうイメージ自分の県になさすぎて、マジかマジかってなります。愛知行きたいみたいな、美味しい食べ物って大体愛知にあるよねとかさ、なんかさよくインスタとかでね美味しい食べ物とかを見てる子がいるんですけど、メンバーで、そうで、その子がいつもなんか美味しそうと思ったら全部愛知なんだけどって言われて、と思って、そうなの、全然私普段カフェ行かないよと思って、愛知にいるとき行くとしてもだよ、ドトールとかね、ドトールが大好きですね、チェーン店的には。かゆいです。あら、かわいい。そう、意外ですね。あと30分くらいで、あと30分になったらランキング読みますね。うん、でもね、そうそう、るんちゃんもだし、でも吉田とかもいる。そう、あ、ミルクレープ食べたことない、ドトールで食べてみたい。レゴランド好き、マギー行ったことない。スーさんありがとう。ハッツはサイン変えたの、変えてないかな。うん、スノーさんありがとう。名古屋行ったら毎回なんとなく行く喫茶店ある、教えてほしいわ。へえ、私そう、なんでドトール行くかっていうと、ドトールってさ飲み物が安いよね、比較的。だってさ、コメダとかもう美味しいし行くんですけど、コメダとか確かコーヒーとかやばあれですよね、愛知発祥なんだね。あの500円くらいしてた、400円とか。ヤバ町ってどこ、ドドールは紅茶が200何十円とかなんですよ。確かに私はね普段紅茶を飲みます。ちょっとティッシュの中だ、あった。フルで公園に出た感想は、一旦は無事笑ってよかったかなって感じです。そうそうですね、ヒカルの卒業公演も本当は出たかったんだけど間に合わなかったので、ちょっと筋肉の関係で筋肉の関係でヒカルの卒業公演は間に合わなくて、で一応まあ今回は無事終わったので、まあ、テーピングをしないといけなかったんだけど、終わった後の足は、まあ、別に痛いとかはなかったけど疲れがすごすぎて、そうめっちゃ疲れます。そうやっぱりまだ終わった後、うわ疲れたって足がなる。でもまあ特に痛めたりはしてないです今のところ。ハルさんありがとう、頑張った、ありがとう、頑張った、嬉しい。なんだろう、その疲れるの度合いが普段のあー疲れたとかじゃなくて、なんかほんと怪我をした後から感じる辛さとか、なんかここまで疲れたことないなってくらい足がめっちゃ疲れます。なんかもうズドーンみたいな、そう疲れが溜まりやすくはなりましたね、やっぱり筋肉少ないから。まだね筋肉がね、あのコンサート前に、私コンサートで、あのコンサートのその1ヶ月前の時にトレーナーさんに、ちょっとこのままだったら厳しいねって言われて、コンサートがみたいな言われて、で1ヶ月前ちょっとちゃんとやりましょうって言われて、でもやっぱり毎日動いてたじゃないですかコンサートまでは、だから結構自然と筋肉がついたみたい で途中でコンサートの1週間前くらいに筋力測定行ってきたんですよ。そうなんですよ、そしたら左の数値が何パー 10% くらい上がってたのかな。そう
10% 上がってて、まあ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 くらいまでいったの。でもその代わり右の私が怪我をしていない方の筋肉もがめっちゃ上がってて、だから本当は差を減らしたいらしいんですけど、右と左の、そう右と左の差を減らしたいのに左もめっちゃ上がったんだけど、右がめっちゃとても上がりすぎてしまいまして、ちょっと差が開いてしまったというねそう、でも私ちなみに言うとチームメイトの4月のコンサートフルで出演したんですけどちなみに言いますとですね、あの私あれですからね、フルで出演したんですよ。エイトのコンサートは昼も夜もそうですよ、一曲も休んでません、イエイ。おにわけいないとさん、ありがとうございます。筋力測定は病院でそういう機会があるんですよ、筋力を測定する。私も怪我をして初対面だったんですけど、あの機械はなんかこう足にね機械をつけて、こうやって1、2っていうすごいね、まるでなんかスポーツをやってるかのような機械があるんですよ。そうそうなんですよ。多分知ってる方は知ってるかもしれないけれども、あるんですよ。あとは足の太さですかね。足を太さを測ってどのくらいの太さの違いがあるかみたいな、あ何センチ違うねみたいな、やっぱり怪我した方が細いから何センチ違うねとかかな。竹初金目かなえたいさん、ありがとうございます。ありがとうございます。横浜すごく初か探してた、嬉しい、初かちゃん嬉しいです、ありがとう。懐かしいね、もう2週間経った、週間以上経つのか、早いね。公演目の前で恥ずかしかった。いや私も公演を目の前で見たことがございませんけど、ありましたら恥ずかしいよね。いつも探したいよ、探してるよ、ありがとう。お話し会もね楽しかったね。ふぅふぅ、まあそんな感じですかね。 What's time? 8時半。お29分、じゃあ終わります。お話しか再販中、あらみんな待ってるわ。ちょっともしかしたら夢見るで着るタイミングがもともと7月の29って言ってたんだけど、変わって6月17になっちゃうかも、ちょっといろいろあって。だけ熱くの目叶えたいさん、ありが結婚して、話し会も待ってますね。お話し会は対面とオフラインとオンラインがあって、オンラインは普通に画面を通してなんですけど、オフラインは会場が決まってて、その会場でパーテーションがあるんですけど、透明のそのパーテーション越しでお話しします。いろいろとは、いやちょっとね、あこの日よりこっちの方が良くねっていうのがありまして、誰かいないとかそういうのじゃないんですけど、中みたい、だって最後勝訴でしょ。現地お話し会、リアルお話し会、オフラインお話し会、どれが正解、どれが正解、どれでも正解ですということで、ランキングを見たいと思います。10歳高菜をアットマーク、UF 宇多田20日、タイ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 さん、高菜さんありがとうございます。12位田所さん、田所さん、田所さんありがとうございます。11位 YK さん、YK さん、YK さんありがとうございます。
10位チョラアトレッチさん、チョラさん、チョラさん、チョラさん、ありがとうございます。9位スノーさん、スノーさん、スノーさん、ありがとうございます。8位大ちゃんとマーク UF 初カバー早熟ベイベー土曜日、大ちゃんさん、大ちゃんさん、ありがとうございます。7位ヒイラギさん、ヒイラギさん、ヒイラギさん、ありがとうございます。6位エースのアンペアさん、エースのアンペアさん、エースのアンペアさん、ありがとうございます。ありがとうございます。5位まさかずアットマークふうさん、まさかずさん、まさかずさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位チョコミントさんとマークパシフィコのハッツ、めちゃ可愛いで幸せすぎ、ありがとう。チョコミントさん、チョコミントさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位間違えた、3位スーさん、スーさん、スーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。2位はるのちゃん、はるのちゃん、はるのちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして1位はたけあつくにめかないたいさん、たけさん、たけさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あっぱ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 、それでは皆さん今日も見てくれてありがとうございました。ちょ昨日本当に昨日の夜やる予定だったんですけれども、ちょっと変えてしまって申し訳ない。それではまたね、おやすみ。